皆さんこんにちは。今回の日産ダッシュボードは仙台からレポートします。東日本大震災から丸4年を迎えた宮城県仙台市で、国連が主催する第3回国連防災世界会議が開催されました。各国の首脳や民間企業のトップが一堂に会し、震災での教訓を生かした最新の防災の取り組みや行政と民間の連携について5日間にわたり活発な議論が交わされました。日産からは副会長の志賀俊幸が出席し、基調講演やパネルディスカッションを実施したほか、会場内に 100% 電気自動車の ENV200 と日産リーフを展示、災害発生から復旧まで人々や社会に貢献できる電気自動車の新たな役割を紹介しました。またこれを機に市内各地で防災に関連する展示会やイベントが実施され、このうち仙台市が主催する防災産業展にも同様に ENV200 と日産リーフを出展しました。昨日から会議に参加している志賀副会長です。では志賀さん、日産は今回こうして EV を展示していますが、日産が今回この会議に参加した目的、意義というのはどのようなところでしょうか？国連のが開催するですね、国際会議の中でも本当に最大規模の国際会議で、もう190カ国の国々がですね、世界中から集まってられます。で、このテーマはですね、ご存知の通り防災あるいは減災というのがテーマなんですけれども、日産自動車は東日本大震災の時にリカバリーのアクションがですね、非常に早かったということで、実は世界中から評価を受けています。そういう意味で、日産としてこの会議に、私はアパレリストとして参加を求められたわけですし、あるいは今展示されているようにですね、災害の時の非常用電源として EV が使えますよということを、こういうように皆さん方にお伝えするために参加しております。会議の中では講演をされたり、あとは周りの方からいろいろな質問ですとか意見を聞いたかと思いますが、実際に会議に参加されてみた印象はいかがでしょうか？本当にその世界中でですね、やはり災害が増えているんですね。そういう中でこの防災、災害を少なくする、あるいは災害が起こった後の被害をどれぐらい小さくできるかというのはもう世界的な課題で、その課題に関してですね、ここ仙台、これはまさに東日本大震災が起こったその大きな災害を経験している場所ですね。その場所で国連の世界中の方々がですね、その学ぶ機会があるというのは、これ素晴らしいことですし、実はこの会場はメインのカンファレンスをしている会場ですけれども、この近くでですね、いろんな日本の企業が防災用の設備であったり技術を展示しています。そういうこともですね、世界から参加されている方々がまた勉強ができますし、そういうものをどんどん途上国の皆さん方が使っていただくことで、世界的に災害が少なくなると、大きな貢献を日本ができるんじゃないのかな、そのように思います。はい、最後に日産は今後災害防災についてどのように取り組んでいこうと考えていらっしゃいますか？そうですね、いわゆるビジネスコンティニューティープランというですね、事業を継続するプランというのを、これを我々だけではなくて、我々とお取引させていただいているサプライヤーの皆さん方、そこからさらにですね、ずっとティア2、ティア3というサプライチェーンの全体をですね、把握することによって、災害が万が一起こった時でもですね、できる限り早く事業継続ができるということ、あるいは EV のようにですね、非常時の電源で使える、そういう技術のイノベーションを提供することによって、民間企業としてこういう災害対策のお役に立てるんじゃないのかなと、そのように思ってます。では続いて、国連防災世界会議の会場のすぐ隣にある東北大学で防災について専門的に研究されている今村文彦教授にお話をお伺いしたいと思います。今村さん、どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、2011年東日本大震災で私たちが学んだことについてまずは教えてください。そうですね、一つは社会インフラということで、防潮堤、また堤防ですね、また建物、こういうものを強くする。でそれに加えて、何と言いましても情報ですね、地震、津波の情報、また復旧に必要なもの、こういうものはすべて情報ですので、これをきちんと確保する、これが我々学んだことです。
はい、今回この会議には、多くの国々から、皆さん参加されていますけれども、海外の防災の最新状況というのはどのようなものなんでしょうか。まず日本というのは、世界のほとんどの自然災害があると、すべての、デパートメントのようなものですね。で、それに対してさまざま対応しています。特にハードタイプということで、社会インフラは強いです。他の地域はなかなかできないところですね。でなお防災教育であるとか啓発に関しては非常に共通なもので、教育、学校での教育とは皆さん一緒にやっています。日産では今回 EV を展示していますが、今村先生にですね、大変ご助言いただきました。先生はこの防災、それから災害復興と EV という関係、どのように感じていらっしゃいますか。EV、これも自立した、電気自動車ですので、その電源の確保ができると。で、これ非常に大きいですね。いくら情報があっても電源がないと我々受け取ることができません。でさらに被災地ではやはり移動手段が必要なんですね。移動しながらさらに情報も収集できる、こういうことで EV というのは防災時、またさまざま予防するときにも非常に重要な役割があると思っています。かつてない被害をもたらした東日本大震災、私たちは決して忘れてはならないのは当然ですが、未来を見据え復興とともに災害に備えて被害を最小限にとどめる取り組みが大変重要なことがお分かりいただけたと思います。それではまた次回お会いしましょう。